糸井川市巻にて、農方面を望む10月撮影新潟県道246号、西日山農線は、新潟県の糸井川市内を通る一般県道である。糸井川市の東部の農地域の二級河川農川沿いに、形成されている農谷の各集落を結ぶ。大半の区間は農川の左岸に沿っている。糸井川市、菅川周辺及び農地区の中心である。 糸井川市のは、農川の右岸を通っている。農谷栽養部に位置する糸井川市西日山には、シャルマン日内スキー場があり、こちらへのアクセスルートを伴っている。また、北陸自動車道のインターチェンジと農地区中心部を経て、国道8号とを結ぶアクセスルートでもあるが、この区間は、新潟県道88号のインター線として、全線あたり県道と重複して認定されている。 総延長 20.2355km は、糸井川市内で完結する新潟県道としては、最も長い。ただし、実延長では、新潟県道221号上、町や釜沢糸井川線が 0.7144km、長く、東県道は2番目となっている。実延長区間のうち、約93.6%は、アスファルトやセメントで舗装されているものの、 1 2 1 7 4トルは砂利道である。規格改良に関しては、実演長区間のうち約79.3%に当たる1 5 1 2 5 2トルが改良済みであり、そのうちの約95.7%に当たる1 4 4 7 0 3トルは、福音5 5ル以上が確保された道路となっている。 その一方で 0.0197km は自動車交通不能区間も存在する。歩道は三9 8 1 3 k m 設置されている。シャルマンヒウチスキー場側から、同スキー場と東剣道との交点を望む。画像左から、脳中心部へ至る。画像右へは飛べ山ダムに至るが、バリケードが設置されており、行き来できない。月撮影起点のある日山ダムから、 シャルマンヒウチスキー場付近までの 3.6km は土砂崩れのため2000年5月25日以降終日通行止めとなっており一般車両や関係者以外は飛べ山ダム方面へ向かうことができない。シャルマンヒウチスキー場と分岐する交点にはバリケードが設置されている。ありがとうございます。